が出てきたね。よし、はい、今日はですね、前回入った岩名の谷の体型点付近ですね。今日はですね、あまりね時間がないので、2時間ぐらいですかね、釣りできるの 2、3時間ぐらいなので、そこの、園庭まで釣り上がって今日は終わろうと思いますけど、とりあえずね、前回ですねカメラ類を入れている防水バッグがあるんですけど、それがねちょっと水漏れしてしまいまして、水漏れしてる、もしかして水漏れしてるわ。ちょっと穴がね何箇所か開いてしまって、バッテリーとかちょっとダメになっちゃうので、今日はですね、見えるかな、はい、これですね、ストリームトレイルの、防水バッグ、フィップバッグなんですけど、これに、カメラ類入れ替えて、今日は来ました。まあ、もともと持ってたバッグなんですけど、まあ、着替えとかね、そういうのを入れてたバッグなんですけど、まあ、今日からカメラ類を入れて、今日はこれで、ね、撮影していきたいと思います。とりあえず今日は、ここから、まあ、大した距離じゃないですけど釣り上がっていきたいと思います。それでは今日の釣りスタートしたいと思います。よし、用意します。まあ、今日も76の 2,3 番使っていきます。よし、用意できましたね。すごい虫がものすごい発し始めましたよね。これじゃあそこの巻き返しね、時間があんまりないのでちゃっちゃと行っても行かないとね。これドラッグかかる。出ないか。ここに大きいのいる場所なんですけどね、こういうに入ったら一発だけどね。この穴か手前の巻きかだね。そこいるかな。ないか。ああ違う、ここ当てない。なんか溜まってるね、放流されたやつかな。ここに溜まってる、多分放流されたやつだなあれね。まあいいや、一回とりあえず一匹、とりあえず1匹釣りたい。よし、出たけどね。よし、すんごいそこに溜まってるね。よっしゃ、セーブセーブ、よしよし、はいはいはい、あー、君は放流されたやつかな、はい、
はい、もうなんだろう、放流されたやつかな。あ、でも綺麗だね、魚体。まあ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 のイワナですね。23ぐらい 34。 まあエラーちょっとあれだね、放流されたやつか。はい、ありがとう釣れたけどね。なんだ、そこ溜まってるね。釣れた釣れた釣れた。あ、これ多分放流されてたイワナだと思いますよ、これはいはい、ああフライは外れた。ああ、いいイワナでしたね。20ぐらいだよ。23ぐらい。はい、ありがとう。なんだろうね。よし、よっしゃ、よし、上行こう。ここね、まあこの辺からはまあもともといたやつがいると思いますけど、そこね、あー、いた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 。あれ魚だよね。あー、いる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 おー、ライズしてんのかね、あれね。はい、ここの、ま、石の中に入る巻き返しに行ってき、あ、ライズした。いますね、これね。これイワナです。ここにいますね、ここにいますね。おー、あー、ライズした、ライズした。あとね、ちょっとこの脇、ここにも、ここにもイワナ1匹いました。ここにもいますね。うん、あらいっしょ。まあここと、こっち側のね、巻き返しにいますんで、ここにいますんで、まあ、両方ちょっと狙ってみたいと思います。よし、ここですね。よし、よし、行きますよ。よし、あー、ダメだ。こっちダメだったね。リーダーの陰で逃げちゃいましたね。あ、これね、取りたいですけどね、ここ。めっちゃライズしてるんですけど。どうしようかねここね、よし、よし、行きますよ。
あ、出ない。警戒された？よし、よし、された。よし、よし、された。よしよし。よし。よしよし。よしよし。はいはいはい。ああ、いい、いいような、いいような。はいはい。よし、ああ、いいようなだった。はい、出ましたよ。はい、今出たイワナですね。いいイワナ釣れましたね。これ24号ってとこですけど、ライズしてた、見つけたイワナですね。イワナでした。じゃあ離しますね。よし、はいはい、こんな、いや綺麗だねこれもね、ほんと、あ、綺麗綺麗。よし、離します。はい、こんなイワナでした。あれあれで、あ、いたいたいた。はい、来ました。はい、ね、ここのポイントね、いつも魚出るところなんですけど、このね、右側のね、筋、あとね、こっちの岩の中に入っていく方の巻きね、先制的に狙っていきたいと思います。そうですね、ちょっとね、ズーム、魚の姿ちょっと見えないので、ちょっとブラインドでやっていきたいと思いますね。あれ、魚かな。あ、いた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 、いる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 。あー、でもこれ動き回ってるからね、どうだろうね。はい、今ね、魚見つけましたね、ここに。あー、見えないね。ここにいます、この辺りにいるんで、ちょっとこれを狙ってみますね。こうね。あ、いた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 。あ、ここにもいた。こっちにいたね。手前にいました。ね、ここにいる、ここに。ここにいました、これこれこれ。あ、ライズ。あー、これね、これ狙ってみますね。よし、そこね。ちょっと上からだったね。あれ、いなくなった。いなくなったね。残念。どんどん行っちゃいましょうね。まあ沈んでるの見えるけど、これはね、多分ルースニングでやんないと釣れないと思います。そこのね、たるみにいそうだけどね、ここ。よし、よし、やってた。一発一発。はいはい、よしよしよし。はいはい、うん、まあサイズはそこまでではなかったけど、
はい、はい、と。こんな今のです。ヒレ、まあ、20、これも2、3ってとこですかね。ヒレ、ありがとうさん、よしよし、はいはいはい。ああいうね、やっぱり薪を狙えばドライに反応しますよね。流れの中にいるやつはなかなか反応しないですね、まだ。上行こうね。あんまりしつこくやってもあれなんで。はい、今これね、最後のポイントは園庭ですけど、園庭のね、この石の前ね、あとね、このポイント結構たくさんありますんで、全体的に狙いたいと思いますけど、水量が多いんで、ちょっと壁がすごいんでね、うん、ちょっとね、やりづらいですけど、全体的に狙っていきたいと思います。はい、よっしゃ、来ますね。風でやられる。ダメだね、ちょっと風が、手前にいない、ここにいないか、ここらへんいないか。エンドだよね、エンド、薪のエンドにいるはずだよ。あそこはいつもね、でかいのいますから。ここね、よし、よし、えない、出ない。よっしゃ、出た、出たけどちっちゃかったね。よし、よし、これまあまあだよし、出た出た、よし、よしよしはい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 、ああいいサイズです。ああ、きれい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 、はいはい、と、ああきれいな岩な出ました。こんな岩なでしたね。ありがとう。あれ、あ、ライズした、ここで目の前でライズしたよでもね、こう、よし、出た出たね来ました来ましたはいはいはいよしよしはい、まあまあサイズはね、先ほどじゃないですけど、がっちり、はいよ、がっちりだね、がっちり、あー、きれいきれい。でも22、3かな、よし、はい、これも23ぐらいあるね。はい、ありがとう。はい、ということでね、今日の釣りは終わりたいと思います。
まあ、今日は時間が、ね、あんまりなかったので、今日はこれで終わりにしたいと思いますけど、ね、短時間の割には結構釣れたんでね、サイトフィッシングもできましたしね、楽しめたんじゃないかなと思います。ということで今日の釣りはこれで終わりたいと思います。